こんにちは、サラです。今回はですね、みんな大好きセザンヌの春の新作コスメ大量レビューしていきたいと思います。セザンヌの新作はですね、去年の秋ぐらいかなにいっぱい出て、それ以来ですかね。今回はですね、12個のセザンヌ新作を紹介していきます。で、私が購入したのはメイクアップソリューションっていうオンラインストアなんですけど、2月の頭に頼んでちょっと、ね、時間かかったんですよね。1週間ぐらい届くのにかかりました。そしたら早速紹介していきます。はい、まずこちら、白肌×透明感下地、自然なツヤで肌色トーンアップ、SPF50+PA4+。 商品名はセザンヌ UV トーンアップベースホワイトです。ウォータープルーフ、無香料、紫外線吸収剤不使用、しかも洗顔料落ち、完璧じゃない？もう安くて SPF 最高値、石鹸落ち、紫外線吸収剤不使用、ウォータープルーフで崩れにくいって、もう全部詰まってる。本当にここまで全部揃ってるのはあれ以来ですかね。キャンメイクのマーメイドスキンジェルみたいな、これのトーンアップバージョンがあるんですけど、これに近いスペックですね。マーメイドスキンジェルは 40g でいくらだっけ、750円とかだったかな。で、こちらの UV セザンヌの方は 30g 入ってて680円です。金額的にもだいたい一緒かな。なんか蓋を開けるとね、先っちょが細くて尖ってます。はい、そしたらこちらを顔に塗っていきます。ハート会長。でもこの先端が細いので量の調節はめちゃくちゃやりやすいですね。で、トーンアップ具合も白浮きしないぐらい程よい感じでちょうどいいです。で、保湿力はめっちゃあるっていうわけでもなく、これもちょうどいい感じ。ベタつかず、サラサラすぎず、しっとりしすぎず、普通肌の人でジャストって感じ。はい、そしたら次こちらです。セザンヌストレッチカバーコンシーラー、 SPF50+PA4+。 もうこれも SPF 値高いです。肌の動きにピタッと高密着、シミ、毛穴も高カバーが続く。で、ウォータープルーフ2色あって、10番のライト系と20番のナチュラル系があります。今持ってるのは20番のナチュラル系です。で、これはね、両方買ったので手に塗ってお見せします。まず10番から。こっちが20番。まあ、私に合うのは10番ですね。そしたら10番を顔に塗っていきます。コンシーラーで SPF マックスってなかなか珍しいですよね。反対側も塗っていきます。はい、カバー力もちゃんとあってすごくいいです。カバー力そこそこあるんですけど、これ塗った感じはなんかファンデーションに近い感覚なので、気になるところだけに伸ばしてファンデなしでもいけそう。
はい、こんな感じで、この顔の中心に伸ばして使ってみたんですけど、めっちゃ綺麗で、さっきの下地も SPF マックス入ってるので、まああれをしっかり塗って、このコンシーラーを気になるところに塗って、あと軽くパウダーをはたけばもうバッチリ。もうちょっと水っぽい感じでカバー力少し控えめかなと思いきや、しっかりなんだろう、ちゃんとカバーしてくれてすごくいいです。はい、今ね軽くパウダーをはたいてきました。じゃあ次こちら、ブラシ付きアイブロウ繰り出しの新色です。05ナチュラルグレー、これですね、これも、繰り出しの楕円芯のペンシルと、スクリューブラシが付いている、こちらも人気の商品です。これね、説明のところに男性にもおすすめって書いてありました。ちょっと手の甲だと乾燥してるからあまり出ないかも。そしたらこっち側に書いていきます。なんかね、これチャコールグレーってもうありそうだったけど意外となかったんだね。はい、こんな感じです。今髪の毛暗めだから私でもいい感じ。ちょっとしっかりした眉毛の印象になります。はい、そしたら次こちら、セザンヌパウダリーアイブロウ、こちらリニューアルですね。今お見せしているのが P の3番チャコールグレーで、前のバージョンは、ちょっと手元にはないんですけど、このチップが両方チップだったんですよ。チップが両方チップで、ここは多分前と変わってないんだけど、反対側がなんか細いフェルト芯みたいなチップだったんですけど、今回のリニューアルでついにブラシがつきました。このブラシがめっちゃ描きやすくて、もうこれ大進化で、しかも480円なの。今こっち側の眉毛グレー系に仕上げたので、ちょっとこちらのパウダーも3種類あるんですけど、さっきのペンシルに近いチャコールグレーで描いていきます。まずこちらの明るい方をチップにとって、眉頭から眉毛の中間ぐらいまで描いていきます。まあ別にチップだけで仕上げてもいいし、ブラシだけでもいいし、そこはお好みですね。で、反対側がこのブラシで、完成。もうこのブラシのおかげで眉尻も綺麗に描けていいです。もっとしっかり描きたい方はやっぱりペンシルですね。はい、そして次こちら、P1 ソフトブラウンです。なんかね、ラメが入ってますこちらは。で、さっき描いた眉毛を落としてきたので、こちらでまた描いていきます。はい、そして反対側は P の2番ナチュラルブラウンを使っていきます。こちらはラメなし、さっきのソフトブラウンだけラメが入ってる、明るい色の方に。でも見た目すごい似てるよね。はい、こんな感じです。どうでしょう、あんまり違いはないですね。ソフトブラウンよりナチュラルブラウンの方が若干濃いぐらい。はい、こんな感じで眉マスカラとアイシャドウとリップを塗ってきました。次ですね、こちらアイライナーです。ニュアンスリキッドアイライナー20番グレージュと10番ピンクブラウン、これはもう待ってたもう見た目さ、もう すごくない、高級感が、不老不死とか、もう今ウズとか、ラブライナーとか、そういう感じの見た目してます。これがね650円なんですよ。
水、汗、涙、皮脂に強く、ラインをしっかりキープ、安定した書き心地、六角形容器がしっかり手にフィット、どんなラインもブレずに書ける。しかもこれ洗顔料プラスお湯でオフだって、強っ。こちらが10番。こちらが20番。そしたら10番のピンクブラウンをこっちに使っていきます。この容器マジで握りやすい。でしかもさ、新作なのに無難なブラックとかブラウンは出さないっていうね。こんな感じ、ちょっとね赤みの強めのブラウンで、反対側は20番のグレージュ、グレージュ、グレージュ。あの筆先が柔らかくてまぶたにすごく優しい。全然痛くないです。こうやって突き刺しても柔らかいぐらい。はい、次こちらセパレートロングマスカラの新色ブラウンです。繊細なセパレートロングに仕上がる美容液成分配合、水、汗、涙、皮脂に強くにじみにくい、フィルムタイプでお湯で簡単メイクオフ。もうパッケージそのままの見た目です。これのねブラックが最初出た時あのレビューしたんですけど、めっちゃ使いやすいです。で今回の新色もブラウンなんですけど、あの薄、なんだろう、白っぽくならないブラウンなので、しっかり目力は出つつ優しい雰囲気になれます。でブラシも細いので下まつげも塗りやすい。はい、そして最後こちらです。これ楽しみにしていた方多いと思います。ミックスカラーチーク N の01番ウォームローズと02番ピュアコーラルで、こちらもリニューアルしました。で前のものも持ってまして、前のがミックスカラーチークの04番ですね。パッケージも変わったしブラシも変わったし、中身だけじゃないかな、変わってないの。中身はもう変わったのかな、多少は。パッケージを可愛くなった。こっちが前のリニューアル前のブラシで、こっちがリニューアル後のブラシです。ちょっとねきめ細かい感じになったと思います。なんか肌当たりが結構柔らかく進化しました。で持ち手のサイズも少しリニューアル後の方が大きい。こちらが01ウォームローズ。この上下2つのカラーが本当に好み。でこちらが02のピュアコーラル。はい、腕に塗るとこんな感じです。ウォームローズ、ピュアコーラルなので本当にその名前の通りの色の発色です。そしたらこっち側に、02ピュアコーラル混ぜ混ぜしてのせていきます。で反対側に01番のウォームローズ。はい、
発色の強さで言うとこっちの方が若干強いです。まあ取る場所によって色の調節ができます。両方ともめっちゃ可愛い。まあ、どっちもね、色の発色具合は似てるんですけど、明るくちょっと血色感強めに見せたいんだったらこっちの20番で、ふんわり大人っぽく見せたいんだったら10番かなっていう感じです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もう今回の新作もどれももう全部めっちゃいいものばかりなので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。で、プラザはもう売られてたかな。で、このアイブロウパウダーがなんか3月発売とか書いてあったので、まあ、ちょっと商品によってその店舗の入荷日が違うと思うんですけど、まあ、ぜひ全種類欲しい、すぐ欲しい方はメイクアップソリューションで見てみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram とオリジナルコスメブランドミラジェムもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。